はい、どうも皆さんおはようございます。今日はね、まあサムネとタイトルにも入ってあった通り、まあ今日はちょっと1対1をね強化していこうかなっていうふうに思うんですけど、まあその1対1する相手も、まあ僕のね先輩なんですけど、まあ高校の時ね、ウィンターカップとかインターハイとか行ってたり、まああとはね、大学の時にプロ育成チームっていうチームでずっと活動してて、で、プロ育成選手としてもね、ずっとバスケしてた人なんで、1対1するには、まあめっちゃね、いい練習相手になるんじゃないかなっていうふうに思うんで、まあとりあえずね、吸収できるとか、どんどん吸収していって、で、自分の強みとかね、どれだけやっぱ通用するかっていうのをしっかり見ていこうかなっていうふうに思うんで、今日もね、一日頑張っていきたいと思います。はい、ってことでね、今体育館ついたんで、早速ね、練習の方していきたいと思います。はい、ということでね、今から練習始めようかなっていうふうに思うんですけど、まあ今のね、自分の課題で言ったら、まあバスケット IQ とか、まあ状況判断の部分なんですけど、まあそこのね、克服っていうことで、コーディネーションドリルっていうのをね、やろうかなっていうふうに思ってるんで、コーディネーションってどういうものかって言ったらね、2つのことを同時にやることで、脳のトレーニングとかにもなって、試合にも生きてくるよっていう感じのトレーニングなんで、早速ね、やっていきたいと思います。はい、ってことでね、今コーディネーションドリルとシューティング終わったんでね、ちょっと今から1対1しようかなっていうふうに思います。やっぱ今の練習したこととか、まあ、対人でしっかり出せるように1対1とか試合の中でね使えないと結局意味がないんで、しっかりね対人で活かしていこうかなっていうふうに思います。
はい、ってことで今練習終わりました。やばい、めっちゃ暑い。やばいな。1対1めっちゃ楽しかったな。楽しかった。いいよ、やっぱ対人って、うん、楽しい。で、今日で思ったのは、昨日も言ってはったけど、なんか一人やっぱ限界あるよな。いや、絶対限界ある。うん、今日改めて思った。それはワークアウトし、てか1対1からじゃない、バスケって全部。いや、絶対1対1から。だってさ、ショットクロック残り5秒とかでもさ、1対1でも自分で決めきれる力ある選手は強いしさ。マジで強い。1対1強かったらさ、ビッグの後スイッチしてミスマッチしたところでさ、ポストのミスマッチ使うよりかはもう自分のさ、スモールアタックのミスマッチ使えるやん、自分発信で。なったら自分のアピールにもなるし、両方使うのやっぱ強いやん。いや、マジで強い。ミスマッチになったけど、あっちしか使えんと思ったらさ、選択限られるし、予測されるけど、1対1強かったらさ、その分自分でアタックもできるから。はい、ってことでね、今日1日終わりました。まあ実際ね、1対1やってみて、まあ通用する部分とか、まあディフェンスの部分とかはね、結構自分やられてたりしたんで、確かにね、改善点も見えたし、まあ今後ね、どうやって練習していこうかっていうね、課題もしっかり見えたんで、まあとりあえずね、今日やってよかったんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあ1対1なんですけど、まあ1対1でやっぱどれだけ点数取ったりシュート入ってても、やっぱ5対5で絶対活かせないと、それはもう何の意味もなくなってしまうんで、今回はもう普通の1対1っていう形でやったんですけど、ドリブルの制限つけたりとか、ショットクロックの制限つけたりとか、まあいろんなちょっと縛りとか入れて、より5対5に生きるようなね、練習していこうかなっていうふうに思うんで、ちょっとどうやって試合に生きるかっていうのを考えて、もっと練習していこうかなっていうふうに思います。じゃあちょっとね、今日夜遅くなってしまったんで寝ようかなっていうふうに思います。最後にチャンネル登録と通知音だけお願いします。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。バーイ。